はい、今日はね、麻生財務大臣、元財務大臣で今副総裁なんですけども、相変わらずこんなこと言ってますよ。タイトル読みます。自民麻生副総裁、防衛費増額への増税に理解求めるということですけども、書いてますよね。自分で守らなければならないという現実が示されている。ね。自分のことは自分でやれっていうことなんでしょうけども、まあありがたいですよね。麻生さん自分のことを全部国民に押し付けて、 金が足りなきゃ自分の金を払うんじゃなくて国民に負担を求めるってことなんでしょ一体あんたの役目はいつ出てくるんですかねまあ財務権限を持ってる時でも国民が甘えるからって言ってからね、財政出動しないと。あのね、私たちが日々納めている税金のお釣りをくれって言ってる程度のことですよ。何を考えてるんですかもうね、だからね、麻生財務大臣ね、もう憎たらしいんですよね。まあでもなんかこう、半径、 50メートル以内によると、麻生さんって結構いい人に見えるらしいですね。まあだから、近くの人には神様みたいな人なんでしょうね。でもほとんどの私たち庶民国民は、麻生財務大臣閣下とは遠くの存在ですから。まあなんせ下々ですからね。ですんで私たちの暮らしぶりや苦しみなんてのは、まあ、どこ吹く風なんでしょうね。困ったもんです。いつか見てろよ。何総理に帰りたくやめてくれよ。やめてくれって。 何が責任力だよ。もう恥ずかしいんで。ね。麻生さんもういいじゃないですか、引退すれば。もう見捨てられちゃうでしょうん、何者なんですか、もう80。80いくつも過ぎて。8何歳で ?82 歳でしょいや、もうそろそろ隠居してくださいよ。もういいですよ、麻生さんは。責任力。無責任力じゃないですか。さよなら。